海外観客の日本への受け入れは断念するという結論を IOC と IPC に報告をいたしました。バッハ会長の方からこの会議をスタートしていただけますでしょうか。皆さんつながっているようです。 海外観客については3月中に結論を出すことが合意されたわけでありますけれどもこの5社緊密に連携協力してオリンピックパラリンピック両大会の成功に向けて取り組んでいきたいと思います,しますどうぞ。バッハ会長ありがとうございます、えー、またパーソンズ会長こんばんは 日本側は現在の世界におけるコロナ禍の状況により東京2020大会における海外観客の日本への受け入れは断念するという結論を IOC と IPC に報告をいたしました現在もなお海外の感染状況については変異株の出現を含め厳しい状況が続いておりまた日本国も含め世界各国で 国境をまたぐ往来が厳しく制限されています。この現在の状況においては、今年の夏に海外から日本への自由な入国を保障することは困難であります。あのもう本当に残念で、えー、ならないわけでありますけれども、この現下のこのコロナ。 感染症の状況を見ていきますと、国内の医療,も医療の日照を来さないためにどうするべきか、やはりなんと言っても、国民の皆さん、そしてそれぞれの国から来るアスリートをはじめ、関係者の皆様方の安全と安心を確保するためには、致し方ない結論であったというふうに思っております。